ピアスはね、演技のお仕事がたくさん、ピアスがあるだけで、ピアス開いてるだけで、ね、時代劇系とかが出れなくなったりするし、役がね、狭まったりするので、ピアスはしないんだよね、私っていう知り合いの役者さんが多いので、ああ、確かにそういうこともあるかと思って、開けてないです、ずっと。でも、開けたい。明日はお話し会、明日は私は、あれ、なんだっけ。あ、推ししか勝たん勝ち。掛け軸ありがとうございます。竹本さん、くまちゃんライトありがとうございます。朝起きれた、全然6時、もう2時出る2時間前ぐらいで起きれました。びっくり。イヤリングは全然持ってない、あんまつけないんだよね。もうシンプルな、こういうのが落とさないから無難で好きです。このなんだっけ、シルバーのワンポイントとか。やっほー、明日は何だっけ、夢見るの制服でやるので来てください。田所さん、リンボスター、六村蓮くん、紙スタンプありがとうございます。ありがとう。目がもうアイライナーが取れかけてる。ユニフォーム、あの白い制服でやるので来てください。お願いします。竹本さん、テーテースタンプありがとうございます。フロゾーさん、紙スタンプありがとうございます。キュー、この制服は3人の、そう、3人で揃えたやつ。ピンクセール可愛い、可愛いね。可愛いけど、全なんか、まあ、着にくいってことに気づいて、まあ、あの T シャツとかつなぎにしたいよね。つなぎとかって可愛いよね、絶対。つなぎにロンティーとかさ。で、私、うちら上半身、うちらこう、座ってやることが多いので、上半身に色を持たせないと、ってなって、やっぱり制服、白い制服ってなって、それにしましたけど。みったんさん、キラキラ、アナさん、可愛さ、ありがとうございます。そう。だからあのあれがいいなと思ってて、あのさ、プニューズってわかります？なんかこうラムネとかついてるやつ、書いてあるやつあるじゃないですか。最近プニューズっていうブランドのをユニフォームにしたら絶対かわいいと思って、でそれで迷ってる。それ絶対かわいいやんと思って。しかもジャージみたいな感じの、しかも下のズボンもあったんです。だからうわー、かわいいって思ってます。今プニューズかわいいよ。プニューズ、
本日もまあ20分ちょいですかね。って感じで、高がわりした時のユニフォームとかに打つのもです。やだ、ロンパース、ロンパースって何？ちょっとわかんない。ロンパース何？ディナーはお済みです。美味しいやつ食べてきた。読書進んでますか？進んでます。メイクいつもちこそ一緒です。一緒です。プニーズって渡辺直美さん、そう、渡辺直美さんがプロデュースしてる、もうめっちゃ可愛くてメンバーもよく着てるやつなんですけど、メンバーもよく着てるやつなんですけど、可愛いのよあれ、可愛いのよ。横井さん可愛いスタンプありがとうございます。すっごい濡れる。おー、ピーポピーポ、大丈夫か大丈夫か。そう、だからあと20、まあ、今な、私何分から始めました。ほんでサロペット持ってます。サロペット欲しいんです今。けどいい形のサロペットが全然なくて、古着のだとね、私でかいんですよ。古着屋さんとかでこうサロペット可愛いなと思って、こうこうやるんですけど、でっかくて、はあ、もうあでか無理だってなってやめるんですよね。24分からってことは20、ほぼ25分、もうちょっとで15分かな。リエさんキラキラのやつありがとうございます。我がよく着てるやつやん、プニーズ。そう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 、かわいいよねあれ、かわいい。うん、あら瀬戸内さん生誕ありがとうございました。めっちゃもう感動しました。いろいろすごい、いろ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 。ただあれでしょ、最前までお客さんが入ってなかったら、あそこにワンピースのフィギュアが並んでたんでしょ。ワンピースのフィギュアだったっけ、わかんないけど、フィギュアが並んでたらしいね。試着してみないとですか。そう、でも全然シーンとかで頼んじゃう私。まシーンは面白い評価がいっぱいあるから見ちゃうんですけど。あー、レン君かわいいスタンプありがとうございます。本当にね、シーンはなんか袖の丈感とか、この着た感じとかの写真を、シーンって若い子とかもう同じ世代の子もめっちゃ使ってるんですよ。でいろんな世代の方が使って、しかもレビューもしてくれてるから、パッて見て、見て、で、すごい丈感がめっちゃちょうどよく、丈感がちょうどよく、丈がちょっと、何センチの私が何サイズを買ったんですけど、丈がちょっと長くて、私足短いんだなって気づかされました。大切に着ますっていうコメントがあったりとか。めっちゃおもろくない？そういうコメントがあるので私は、何センチの人がこれ着たらこんぐらいになるのかっていうね。そう、めっちゃおもろいよ。もうシーンの人めっちゃおもろい、本当におもろい。シーンのレビューの人めっちゃおもろいんですよ。だから一生見れるし、あ、超わかりやすいから参考になる。
はい。そんな感じですね。なので明日はお話し会なので、ぜひ来てください。夢見るの制服着るのでぜひ来てくださいね。夏は顔忘れちゃう。本当に嬉しい。髪のせいじゃないですか。多分髪のせいだ気がする。うん、確かに。なわけで。食べようとしてる？カップ麺は食べようとしてない。来週は九州行くので味噌のおすすめ。九州はいろいろありますね。九州って一周すんの？一周するなら、それぞれね、美味しいものがあるので、九州のご飯はマジで美味しいので、ぜひ食べてください。私は博多の水溶きが大好き。誰かいるの？私のマブダチがいる。熊本に、あ、熊本ね。熊本は、なんやろ。黒ラーメンって熊本じゃないっけ。和俊先生さん、だるまありがとうございます。丸ボールめっちゃ好き。丸ボール食べて、ぜひ。和俊先生さん、だるまありがとうございます。バルーフェストね、始まったんだよね。行きたい。黒ラーメンだっけ。黒何ラーメンかちょっと忘れてた。佐賀結構でイカせんべい、そうイカせんべいはマジで美味しいから。テーテーさん、テーテーありがとうございます。 Thank you。 熊本行ってください。熊本もねいいとこですよ。ああしてもさ、遊園地、うん、なんかちょっとオランダの街並みを再現したテーマパークなんですけど、年中お花のお祭りがあってたりとか、あとは、そうですね、でも、VR の、VR を使った、なんだっけ、アトラクションとかはある。けど、どっちかというと、なんかその、大人の方々のが楽しめるかな。そうユニバーとかそっちアトラクションガリガリあるよっていうよりは、そうだね、なんか景色を楽しんだり、あのビアガーデンとかあるから、お酒とか、うん、あの大好きだよっていう方は絶対いいなと思うし、あと本当にだからオランダだっけ、あそこオランダの街みたいな感じのゆったりした感じですかね、どっちかというと。あ、イルミネーション綺麗、今からは。冬のハウステンボスのイルミネーションはね、最高よ。田所さん、ハートありがとうございます。まだ、何？吉野ヶ里遺跡で迷子、吉野ヶ里遺跡も迷子になると思う。いや、なんかみんなね、吉野ヶ里遺跡って言って、佐賀にあるって言うから、多分広さを舐めてかかってくると思うんですけど、あれはもうほんとでかいからね、そこ。修学旅行で佐賀長崎行きます。修学旅行で佐賀長崎行くの？
会があって言ってもお酒飲めるよ。私光の王国はもうね素晴らしいよね。いっちゃんさんタオこれタオルのタオルありがとうございます。 AKB カフェに初日に行ってきました。あらいいじゃないですか。ハウステムソゴはねレトロで可愛いよ。そう吉野ヶ里で一日遊べる、あのねそういう系に興味ある人は本当楽しいと。そうご飯もお酒も美味しいから、食べ物も美味しいから、ぜひちょっといろいろ食べてください、飲んでください。ランキング見ましょうかね。13位しゅんごさん、12位けんちゃんさん、11位ジョークスノーさん、10位ズーリンダルマさん、9位ヨンミンさん、8位ヨコヨシさん、7位ウチゼロナさん、6位ベルちゃん会長さん、ミスターノア、5位ヨキタンさん、4位田所さん、3位アナエさん、ミサクサイコー、2位イッチャンさん、1位テイテイさんという名の竹本さん、ありがとうございます。はい、ということでちょっとあの本当にちょっとだけでごめんなさい。あ、ハウステムスさんのハヌリも綺麗だから行ってみて、本当にありがとうございました。ちょっと明日はお話し会2、3部なので、私にしてはちょっと早起きに入るので、ちょっとうんそうだね、今日もランキングに入れなかった、ありがとうね。ちょっとそうですね、早起きですね。え、もう12時じゃん。もう12時じゃん。じゃあ皆さん明日は2部3部なので、遅刻ないように、本当に遅刻ないように、夢見えるの衣装なので、あのおしましも多分できるので来てください。それではバイバーイ、おやすみ、チャージャー、アンニョー。